島落としを、島落としを、島落としを、1917年、大正6年4月18日から1986年、昭和61年11月12日は、日本の作家である。作品は超現実主義的な、夢の中での日常などの系列、戦争中の体験を描いた、出発はついに訪れずなどの系列。 さらに家庭生活を描いた死の棘などの系列に大別される。また生涯書き続けられ、小説作品との決定的な差異はないとされる日記や、気候文など記録性の高いテキスト群や、南東論なども高い比重を占める。妻は同じく作家の島尾美穂。長男は写真家の島尾新さんで、漫画家の島尾真穂は孫にあたる。 新陰性の精神症状に悩む妻との生活を描いた死の時は、小栗公平によって映画化され、第43回カンヌ国際映画祭にて最高賞、パルムドールに次ぐ、審査員グランプリを受賞した。大学卒業後、第18新用特攻隊隊長として、天見軍島カケロマ島に赴任。百四十五年八月十三日に特攻戦が発動され、 出撃命令を受けたが発信の号令を受けぬまま、即時待機のうちに終戦を迎えた経験を持ち、ヤポネシアなる概念を考案したことでも知られる。1917年4月18日、神奈川県横浜市小部町に輸出着の織物賞を営む父島をろう、母、都市との間に長男として生まれた。両親、妹二人、弟三人の六人兄弟であった。 1922年、横浜神城小学校付属幼稚園に在園時、関東地震により横浜の自宅が全壊したが、福島県相馬の実家に帰省中のため難を逃れた。この頃の大震災からの疎外体験については、後の戦争体験との類似において、エッセイ等でたびたび言及される。1924年、関東大震災の影響で11月下旬に、 兵庫県無古群西灘村に一家で移住し、西灘第二神城小学校、現、神戸市立冷えた小学校に転校する。当社版やカタカナのゴム活字を用いて、小冊子を編集、印刷することに没頭した。1929年、神戸神城小学校、現、神戸市立神戸小学校に転校し、そこで当時国語教師をしていた、小説家の若杉里氏に、 型の指導を受ける。同じく、神戸小学校で、若杉に、綴り方、初型の指導を受けた、陳俊心が、印象に残る生徒であった一方、島尾は目立たない生徒であったという。1930年に、兵庫県立第一神戸商業学校に入学。同校在学中の1933年、金森聖典と同人し、峠を創刊する。 他に何種類もの同人誌に視や文章を寄稿していた。本来であれば、商業学校卒業者は進学せずに社会に出るのが一般的だったが、卒業の頃になって、父親の授業が軌道に乗り上級の学校へ進学することが許された。しかし、兵庫県立神戸高等商業学校の受験に失敗して、進学先の決まらぬまま、第一神戸商業学校を卒業し、 浪人生活に入った翌年も高等商業学校を受験しなければならなかったが、地元の兵庫県立神戸高等商業学校を避け、実家から遠方の小樽ール高校長崎高賞、鹿児島高賞など、地方の高等商業学校への進学を考えていたと述べている。1936年4月、長崎高等商業学校に入学した。 中桐正夫編集のルナ同人となり、以降同士に、いくつもの詩を発表した。1938年、長崎交渉2年の頃、ややま次らと同人し、14世紀を創刊する、島尾が載せた小説と他同人2名の小説及び、詩の内容が、風俗回覧と反戦思想の権威をかけられ発行と同時に、内務上より、発売禁止の処分を受けた。この頃、 ロシア語を学習するカタワラドストエフスキー、プーシキン、チェーホフ、ゴーゴリ、ガルシンなど、ロシア文学や商業学校時代から引き続き、大菩薩峠を単独した。1939年3月に、長崎高等商業学校を卒業するが、神戸商業大学の受験に失敗したため引き続き4月から、同校海外貿易課に席を置く。この夏、 毎日新聞社主催のフィリピン派遣学生旅行団の一員として孫島、台湾を旅行した。その体験が後に、ルソン機構として結実する。また、同年、雑誌、科学知識の検証小説に、お乗り絵が当選し、選者、杉山平介、高見淳、賞金10円を得た。10月からは、福岡の同人雑誌、香炉に加わる。 長崎交渉時代を舞台とした小説は、断崖感と春の日の陰り、及び修作期の南山手帳がある。河路は福岡市で刊行された文芸同人誌で、九百三十九年から九百四十三年末にかけて十四号まで発行された。同人には、島を年寄る他屋山手辻、真鍋暮れを、阿川広行、中太郎、小島直樹、 一眼将らがおり、同人は、長崎高校と福岡高校の二つの系統から、なっていた。島尾のことによれば、福岡高校出身者は、ゲオルゲ、カロッサ、リルケ島ドイツの、そうした系統や、当時の風潮の、日本ロマンパ的な傾きが強く、商業、福岡商業、高校出身者はそれに馴染まないものが多かったという。 そうした性質の異なる二杯の青年たちからなる、航路は、たびたび分裂の危機に見舞われた。航路の中心人物で、二十五の若さで自殺とも、事故ともつかぬ、列車事故により溶接した、八山哲次の死にしては、同人の多くが、すでに出生していたこともあって島尾が最も近くに、おり、衝撃を受けた。航路の八山追悼号へは、や山哲の死を掲載し、 葬式では島尾が長辞を読んだ。八山哲次との関係について、その当初の印象を、このように、ドイツ風なまた日本ロマン派風な雰囲気に誕生していた八山と、そういうところに無縁であった私としていたが、八山の死後の1943年後半を、十回して、島尾は、日本ロマン派の代表的批評家である、安田与十郎について、 盛んに彼の食物を読んで、それに敬意た、むさぼるヤウに読み、んで、人が祝心惹かれたと書いる。コーロエは、ルソン気候、暖かい冬の夜に、浜辺寺、断片一章などを発表している。1940年、九州帝国大学法文学部経済科に入学。翌41年に、九州帝大法文学部門科を受験し直して、再入学し、 東洋史を専攻する。そのため、水古伝のほか、浮世六記などの小説や、李大白史戦、また、研究資料として、元氏にも親しんだ。在学中、同じ研究室の一級下に、章野純造がおり、信仰を結ぶ。佐藤春を、小山昌平らを、共通して好んだ。章野にはこの頃を描いた、日記体の小説、前途がある。1943年、 8月に卒業論文、現代界骨人の研究一説を書き上げ、九州帝国大学を半年繰り上げで卒業し、海軍予備学生を志願した。また、鹿番、幼年期を70冊限定で発行。この頃、章野を介して、詩人の伊藤静夫との通行が始まる。その関係は、戦後のある時期まで続き、伊藤の県内で、林富士は、章野純三。 三島幸夫らと同任し、紅葉を創刊することとなった。1943年の9月末、九州帝国大学を半年繰り上げで卒業した後、陸軍での内務班生活を嫌って、海軍予備学生を志願する。はじめ飛行家を志願し、予備学生試験の当日の判定では、航空適正であった一般陛下に採用され、旅順の教育部へ入った。 基礎教育期間を終了した後の10科学校の希望書に暗号、一般通信に加え、打弱と思われるのが嫌で、第三希望に魚雷艇部門を記入したところ採用さ、第一期魚雷艇学生として1944年2月から横須賀市田浦の海軍水雷学校で訓練を受けた。当時魚雷艇部門は創設されたばかりであり、 また、十課の専門部門では一番の危険配置とされていた。1944年4月から、長崎県川田町の臨時訓練所で、水来学校特集学生として過ごすうち、特攻の志願が認められた。猶予期間として1日の休暇が与えられ、就寝前に志願の可費を紙に書いて提出する方で募られたという。1944年10月には、 第18信用特攻大使機関として180名ほどの部隊を率いて、かけろが東殿の裏へをもいた。その地でさらに訓練を重ね、出撃命令を待つ日が長く続いた。1945年8月13日の夕方に特攻戦が発動され出撃命令を受けたが、敵艦隊が姿を見せず、発進の号令を受け取らぬまま14日の朝を迎えた。 新洋での特攻戦は、夜衆を原則としていたため日中の出撃はあり得ず、機会は翌晩まで延期されることとなった。その日の正午に、大島防備隊司令部から全式間参集の命令を受け、翌十五日に即時待機状態のまま敗戦を知る。復員後は、実家のある神戸で文学活動を開始する。伊藤静雄をたびたびね、はじめ章の順蔵、林藤は、 三島幸夫らと、紅葉、後に同じく、伊藤静夫の下に集まっていた、藤正春らと、バイキング創刊する。バイキングへ掲載した、中編、単独旅行者が、野間博氏の目に触れ、1948年5月、近代文学系の雑誌、芸術へ転載されることとなり、分断に認められる。また、デビュー第二作、夢の中での日常が花、花が清にる。 佐々木喜一らの総合文化、新前美写へ掲載された。翌月に雑誌、近代文学へ、同人として参加する。また1950年5月、新日本文学会の雑誌、新日本文学へ掲載した、ちっぽけなアバンチュールが、井上光春の書かれざる一章と共に批判を受けた。その後東京へ行き、吉本孝明、奥野武を、 詩人の清岡拓一らと雑誌、現代評論を始めるが、自らの浮気問題を機に妻が心の病に侵される。その後、妻の病気のため妻の実家がある奄美に帰投して、鹿児島県立大島実業高等学校講師をしながら執筆活動を続ける。奄美大島移住後、カトリック信徒であった美保夫人の親戚に勧められ、1956年に、 天海の精神、御心教会で、カトリックの洗礼を受ける、洗礼名ペトロ。その後、鹿児島教区教区司祭の田辺徹神父、元、伊ぶスキ教会主任司祭、個人、大野和夫神父、元、南九州昇進学院委員長、前、鹿児島教区海地区長、個人、三島春夫神父、元、伊ぶスキ教会主任司祭、前、鹿児島教区本物家司祭、個人、 小平拓保神父、郡山健次郎神父、孔術や、コンベンチャル聖フランシスコ修道会のシンヤング神父、元、赤教会主任主催、個人、ルカィ事役神父、元、古田町教会主催、個人、ゼロームルカゼフスキー神父、元、古田町教会主任主催、なぜ氏名よ市民、個人、坂谷豊光神父、深堀力神父ら、 カトリック聖職者と信仰を結ぶこととなる。特に、ルカ・ディジャク神父は、年は、私のベストフレンド。とまで述べている。また、長崎純真聖母会の修道所とは、娘のマヤが、鹿児島純真高等学校に入学した関係で、交流を持つようになり、後年鹿児島純真女子短期大学で教鞭を取る、きっかけとなった。同会所属の幼きイエズスのテレジア、 郡山靖子修道所は、三本夫人の登園にあたり、郡山賢治郎名誉司教の実施である。天見大島は、戦後の一時期アメリカ軍の支配下にあった影響で、行政組織の再建が十分ではなく、島には本格的な図書館がなかった、アメリカ軍と琉球政府が管轄していた、琉米文化会館を開祖した、いおり日米文化会館が図書館の機能を担っていたが、 日本返還後の引き継ぎの不十分さから、機能停止に陥っていた。そこで、島尾は、天みに、図書館に誘致する計画を立てた。鹿児島県はこれに応じて、1958年に、天み日米文化会館を母体として、鹿児島県立図書館天み文館が設置され、島尾が、初代文館長となる。島尾は、図書館については素人であったが、 熊本商科大学に出向いて、市書講習を受けて、資格を習得している。開館時に上司にあたる鹿児島県立図書館長の久保田彦保、向葉途中は、島尾に対して、地方文化保存のための保存図書館、調査研究のための参考図書館、両、室ともに備えた貸し出し図書館とい、三つの課題を、与えた。島尾は、この久保田からの課題に応えるべく、 精力的に活動した。在任中の島尾は執筆活動と図書館長としての業務を厳格に春別していたが、郷土資料の収集、観光活動や当時としては、先駆的な日曜日会館や住民の読書活動支援などに全力に当たり、離島の教育委員会や公民館を通じた図書の貸借や港の待合室や、船内での読書室の設置活、これらを支援するために時には、 自ら船に乗って、離島への移動図書館業務の充実に尽くすなど、日本の離島を抱えた地域における図書館活動のあり方に影響を与えている。また、図書館活動を通じた人的交流が、島尾の執筆活動にも大きな影響を与えた。天み文館長を辞した、翌年の1976年に、な瀬市、現天み市から、いぶす市政法に住所を移し、 鹿児島純新女子短期大学で教鞭を取っていた。鹿児島純新女子短期大学退職後、1977年に神奈川県茅ヶ崎市に移住。1983年に娘のマヤが鹿児島純新女子短期大学の図書館支所に就職したのを機に鹿児島県愛良郡梶木町に移住。1985年12月鹿児島市臼木町に自宅を購入。 薄木町の自宅で書籍の整理中に脳内出血を発症し出血性脳拘束のため鹿児島市立病院に搬送されるが3日間意識が戻らぬまま1986年11月12日死去葬儀は鹿児島市の谷山教会で行われ生前に交流のあった鹿児島教区教区司祭の小平拓保、神父、元 鹿児島純信上師短期大学教授、個人、郡山健次郎神父、元、渋士教会主任司祭、現、鹿児島教区名誉司教の指式で取り行われた。島尾俊夫の南東論については、沖縄返還にかかる諸問題の健在に先立つ1954年の沖縄の意味するもの以来、新日本文学へ連載していた、なぜだよりをはじめとして、南東、 琉球湖と呼ばれる地域に関する数々のエッセイが発表されていた。それらは1960年に最初の南東に関するエッセイ集、離島の幸福、離島の不幸なぜ頼りの観光を皮切りに1966年、島にて1969年、琉球湖の視点からと幾度となくエッセイ、雑文集としてまとめられている。ヤポネシアという造語については、 1961年に、ヤポネシアの根っこという文章において書出が確認されている。ヤマトを中心として、出来事を見る、正当とされた歴史観では、日本としてくくれる地域の本来持つ、多様性、豊穣な側面が切り捨てられてしまうとして、日本列島を単に、島々の連なりとして捉える視点を新たに提案する、ものだった。しかし、当時の沖縄返還をめぐる、 議論の高まりや、この言葉が天皇制を前提としない古代を想定するのに、格好の概念であったこともあり、60年代から70年代にかけて、谷川健一や吉本高明によって、考古、民族学的なキータームとして使用され広まることとなった。日本概念の硬直性を誘拐させる、この試みは、本来の意図を離れ、また、ヤポネシアの根っこが、 柳田国を会場の道の解説の形として書かれていたことなども相まって、それらが柳田南方学的な国家拡張的な側面をも有するとして、後年、村井治さらをはじめとするオリエンタリズム、ポストコロニアル批評の一部の論者から否定的な評価を受けることもある。新宿の酒場で酔ってからんできた中上賢治に自分は作家などと思っていない。 ただ苦し紛れに書いているだけだ。お前、あれぐらいの作品で自分を作家だと思っているのかと批判し、しまいには生意気有な、ぶちのめしてやるから、ちょっと表へ出ろと言って追い払った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。